はい、どうも、コダです。今回はですね、ピーナッツが今回あるんですけども、ピーナッツ2チャレンジの、まあチョコレートプラネットさんのパクリなんですけども、ピーナッツをですね、まあここにまあ10個置きまして、それを吸うと、人あのね、なんていうのかな、あの一気に吸うっていう。で、10粒なわけでしょ、これ今、1、2、3、4、5、6、7、たったの10粒を吸えばいいだけだから、いけるんじゃないかと。1、2、3、4、5、9、10、10個ありますからね。まあこれ僕もし成功したら、あのチョコプラさんのね、どちらか片方に入れ替わりたいんですけど、ね、じゃあ早速いきますよ。もう一発でいっちゃうから、いきます。あ、いいですよ、いきます。あのね、こいつかな、こいつあるな、多分。あのね、勢いよく俺の喉に向かってスパーンって人が今、一発目からあんま勢いよくいっちゃダメだ。よし、行こう。いきまーす。待って、意外に難しいかもしんない。固めてやろうか、固めちゃってやろうか。一気にいっちゃう、もうこうやって、あ、これちょっと2段重ねにしちゃって、2段重ねにして、もうできる限り幅を狭くいこう。あ、いいんじゃない、いくよ。じゃあいきます。いきます。どうしてもね、今の犯人多分こいつだろう。どうもね、途中あたりでね、あのいい感じにね、口の中でね、気流ができて、上昇気流ができて、ね、口の中でもうね、もう4、5粒のね、ピーナッツがね、もうなんかもう暴れるの、もうブロンブロンしてる、口の中でブロンブロンしてるの。その中に、新しく入ってたこいつが、ブロンブロンしないで、喉に直接スポーンってくるんだよね。いただきます。はい。ということで、まあ、もしよかったら、このチャンネル登録、まあ、よかったら、いいね、よろしくお願いします。ということで、では。